1年9ヶ月の間、行政長官の任にあたり、我が軍政に協力したホルヘ・ B ・バルガス氏は、今回フィリピン共和国の初代駐日全権大使に任命され、その宣誓式が10月25日、マラカニアン宮殿において行われました。新駐日大使バルガス氏は、ラウレル大統領に対し、この光栄ある責務の遂行と、日比協力関係促進に新名を投げ打つ旨を宣誓いたしました。